お風呂上がりに食べるアイスは、うん、最高。はーい、ということでやっていきましょう。どうも、ラルございます。はい、ということで今回も長風呂からの収録でございます。もうゆでたこみたいになっておりますけれども、張り切ってやってまいりましょう。ということで今回はですね、スマホ版にアンコライセンサーホワカの方でやっていこうかなと思います。で、今回ですね、やっていく内容に関してはこちら、ホワカの方で久しぶりにガンガンのチビネコ襲来に挑戦していこうかなと思います。ちょうど1で揃ったね。さあ、ということで早速やっていこうかなと思いますよ。ホワカでね、まあ、チビネコ襲来挑戦するのもだいぶご無沙汰かなと思いますけれども、ちょっと久々にやっちゃおうかなと思いますよ。で、ちなみにこのステージに関してはまだクリア回数2回なんだね。結構やってるかと思いきや2回だけでございますね。で、今回もですね、まあ、普通の編成じゃちょっとあれなので、久々にあの編成でやっていこうかなと思います。こちらでございます。ということで、一度しか攻撃できないキャラクターたちでですね、海岸のチビネコ襲来に挑戦していこうかなと思います。割とこのキャラたち使うのもだいぶご無沙汰かなと思いますけれどもね、まあ、また今後ですね、まあ、このキャラクターたちも使っていろんなステージですね、やりたいなと思います。で、ちなみにですね、まあ、上の段に関してはニャンコンボ要員なので、まあ、出すキャラクターに関しては下の段だけでございます。さすがにね、多分ニャンコンボ突っ込まないとちょっときついのかなと思いましたので、ちょっと今回もね入れさせていただきます。まあ城に関してはニャンコホのままでいいのかなとは思いますので、じゃあこのままもう早速ですねやっていこうかなと思います。どうだろう、そもそも勝てんのかな。ちょっと待って、その辺がわかんないんだけど、どうなんだろうね。まあとりあえず、まあ俺は試しでやっていこうかなと思います。アイテムどうしようかな。猫ボンとかは使わなくていいかな。まあ一旦とりあえずスピードアップだけでやってみようかなと思います。さあ、果たして結果はどうなるのか、やってまいりましょう。じゃあ行きましょう。ちょちょタンガ。さあ、ということで、のぼせておりますけれども、張り切ってやってまいりましょう。これはもう一列に、変えていきましょう。で、どうしようかな。序盤に関しては、ちょっと財布ダメ、していこうかなと思います。はい。っていうのもそうですね。まあ、途中でね、ドローンの方もね、出していくわけなので、一旦どうしようかな。お財布レベル、まあ、6か7ぐらいまでちょっと上げていければ問題ないのかなと思うんで、一旦ちょっとまあ、挑戦に入るまでね、ちょっとボス戦までお待ちいただければなと思います。もう本当にね、マジでのぼせてるからね、もう自分が今何喋ってるのかもわからない状況でやっていきますけれども、まあね、たまにはこういうこともありますので、お許しいただければなと思います。いやね、お風呂上がりのアイス食べたんだけどね、アイス食べてもやっぱ足りねえわマジで。いやでもね、本当にお風呂上がりのアイスは最高なんだよ。まあ共感できる方いましたらコメントでですね、書いていただければなと思いますので、よろしくお願いします。ちなみにお気に入りのアイスとかありましたら教えていただければなと思いますので、よろしくお願いします。さあ、どうだ、今のところはレベル5まで、上げておりますけれども、もうちょい上げてもいいんじゃないのかな。はいはいはい、じゃあもう7レベルまでこれで、じゃあちょっと様子見ます。よし、オッケー、もうこの辺でもあとはね、ゴロニアンひたすら出していきますかね。はい、ということで、まあ、本当にもうね、もうゴロニアンがもう本当に今回のもうキーキャラクターになってくるからね、もうこのキャラもいかにひたすら出しつつですね、まあその他のキャラクターも重要なんですけれども、まあとりあえず本当にね、どうだろう、わかんねえマジで。まあ教授も厄介だけど、クマ戦も厄介だから、どうしよう。じゃあもうドローンの方も出していきましょうか。で、一応そうだね、まあそのクリスタルビルダーに関してもとりあえずは押された時用に、出していこうかと思いますけど、おい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 、いい感じいい感じ、あーいいね、この連覇最高でございます。で、どうだ、これで一旦ちょっと動きを遅くしてもらいつつ、オッケーオッケー、いい感じでございます。まあこの距離感が保てられればいいんじゃないのかなとは思いますけどね、これ今回めちゃくちゃ時間かかるんじゃないのこれ。そんな気もしますけれどもね。で、どうだろうね、でもなんか今のところはまだ大丈夫そうな感じがする。こっからどうだろう、いやー、謎すぎる。まあ、教授がこっから何体だっけ。でも、あれ、あいつに関しては有限だった気がするんで、まあ、それが一層っていうか、まあ、すべて倒せれば、まあ、あとはそうですね、まあ、このボスにね、攻撃するだけなので、よし、じゃあもうガンガンドローンも出していくよ。まあ、さすがですね、まあ、研究力も突っ込んでありますので、まあ、だいぶ生産もしやすくなっているんじゃないですか。さあ、ここからガンガンレバー、よし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 、いいぞ、いいぞ。今のところは問題ない。あ、でもお財布も全然余裕だね。なかなか余裕でございますね。オッケー。で、これで多分ね、スピードアップね、一回オンにしちゃうと、ちょっとズレが多分発生しちゃうから、まあ、使わなくていいよね。まあ、後半から
またオンにすればいいんじゃないのかなと思います。で、ウハスはなんだっけ、ちょっと待って、能力完全に忘れたけど、あれなんだっけ、あの属性ボス敵を遅くするんだっけ、あ、まあその辺もわかんねえや。まあまあいいや、まあいいや、まあいないよりはマシではないのかなとは思いますけどもね。で、とりあえずワンコ倒してからまたこれだな。で、こんな感じでございます。あー、ちょっと待って、ニョルが、あー、タイミングが足りない。よし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 、いい感じいい感じ。で、ドローンも出して。で、どうだろう、そろそろ教授の方もなんか出てきそうな感じもするけれどもね。それまでには1体倒したいところ。今のところ2回ノックバックしてるから、あー、まだね、まだね。でもなんかそろそろ倒れそうな感じもするんで。え、でも1体倒れたらかなりでかいよね。めちゃくちゃでかいよね。え、でもさ、これうまくさ、ループしていけばさ、ほら、これ、この順が、あー、2体揃っちゃったか。え、この順がうまくいけばさ、なんか勝てそうな気もするけどね。どうなんだろう。これはわかりませんけど。いけ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 。この調子、でも半分以上攻められたらちょっと焦りますけど、まだ今のところは問題ない。全然問題ないから、そろそろ教授倒れようぜ。倒れない。倒れないね。倒れないんだね。まあ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 、ゆっくりやっていきましょうか。まあ今回は多分長丁場を予想しておりますけどもね、まあ皆さんも覚悟しながら、見ていただければなと、思います。でも久々だよね、この編成であるのもね、以前にやったも多分だいぶね、前の話なんで、また久々にいろんなちょっとステージもね、やっていければなと思います。でも、オッケー来た、よしよしよし、これはでかい。よし、教授一体倒したのがでかいぞ、これは。いや、これは大きな一歩でございますけども。でも、あともう一体出てくるんじゃなかったっけ、あれどうだったっけ、その辺忘れましたけども。あともう一体倒せればかなりでかい。でももうね、一体倒せたんで、これは大きな一歩でございますからね。いや、もうこれはいいぞ。これは、これでも俺ワンチャン勝てんじゃないの、わかんないけども。なんかいけそうな感じがするよね。確かな、狂乱の猫に関してはクリアできたのよ。うん、で、大狂乱はダメだったのよ。チビ系はどうだかっていうね、検証してなかったから、これはいけるでしょう。これは行きたいよね。いや、いつかね、なんかさ、一度しか攻撃できないキャラクター、あともう一種類増えてきたらね、あの、大狂乱にまた再戦してもいいんじゃないのかなとは思いますけれどもね。また久々にやろうかね。無謀かもしれませんけど。で、これで押されたとしても、ビルダーで、これでございます。はい。いいぞ、いいぞ、今のところ。あ、でも、ドローいるのもでかいよね。これがいなかったら、ちょっとね、まあ、本当にね、状況も変わってくるのかなと思いますけども。まあ、ドローもね、いるおかげであり。もうよくわかんねえ。自分でも何喋るか。もうわかんねえや。もういいや。まあまあ、こんな調子でやっていこうかなと思います。はい。さあ、今何分？あー、意外ともう時間経過しておりますね。今回どうでしょうね。早送り乱用してるかはわかりませんけど、まあ状況を見つつですね、あの、自分が喋れなくなったらまた早送りしながらね、やっていこうかと思いますので、まあ早送りシーンが流れたら、あー、これ喋ってねえんだなってね、思いながら見ていた、思いながら見ていただければなと思います。はい。3体目の教授の方も来た。あー、待って、ミスった、待って、ビルダーを出すタイミングミスった。あー、オッケー、危ねえ危ねえ。よしよし、大丈夫だね。よーし、オッケー、来た。来た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 。あともう一体で、お財布超余裕だね。で、待って、このさ、モヒカンに関してはさ、ノックバックまだ一回もしてないよね。HP 大丈夫か、これ。取り巻きは、お掃除は、まあ、余裕ではないけど、いけることは分かった。いけることは分かったんだけど、あとは、この、ボスがどうだかっていう感じなのよね。今の HP がさ、いくつなのかが分かんないからね。どうなんだろう。よし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 。ほら、もう教授は余裕なんだけど。うわぁ、これいいね。いや、これサブアカでできたらね、すごいでかいんですけどもね。まあ、また近々サブアカの方でもね、挑戦しようかなと思いますけど。まあ、何分サブアカの方ではね、ゴロニアンとかもいないしね。まあ、その辺がちょっとね、キャラクター不足でもありますので。よしよしよし、来た来た。一回ノックバックした。で、もう一回何回だっけ ?3 回だっけ、わかんねえけど。まあ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 、この調子で行けば多分勝てるかなと思いますけど。まあとりあえずまた近々、サバカの方でもね、まあ無謀な挑戦やっていこうかなと思いますのでよろしくお願いします。まあ勝てない代わりにホワカの方で、勝っていくですね、動画の方やっているわけでございますけども。まあこんな感じでね。あ、でもいいぞ、この編成、いいね、いいね、いいね。これさ、今後もなんかいろんなステージ挑戦してみるか、なんかね、いけそうなステージとか、まあ、無謀な挑戦でもいいんですけれどもね、まあ何かしらやっていければなと思いますけども。で、どうだ、この教授が倒れれば、もう終わりなのかな、もうさすがに多分出てこないんじゃないのかなと思いますけれどもね。そしたらもうあとはひたすらもうゴロニャン出すだけじゃないですか。まああとはね、ドラの力も借りつつっていう感じでございますけどもね。さあどうだ、いけ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 、まあ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 、いいでしょいいでしょいいでしょ、よし、いい感じでございますね。このさ、もうね、このね、このキャラクターたちがね、すべてね、仕事してるからね。まあ、ウエハースは、どうだかわかりませんけど、まあ、ウエハース以外のキャラクターはね、まあ、ウエハースも仕事してるよ。うん、いや、よく頑張ってる頑張ってる。
さあどうでしょうか。この一戦でもうだいぶ時間かかっておりますけれども、さあどうだ、これ取るんで、いやー、よし来た、よし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 、もう厄介なやつは倒れましたからね。もうあとはこのボスだけじゃないですか。まあ、熊戦はそんなにね、目じゃないのかなとは思うんで、まあ、あとはこのモヒカンだけでございますね。まあ、モヒカンに関しても一回ノックバックしてるんで、あと、残り HP もわずかではないのかなと予想しておりますけども、実際ね、今どれくらいの HP なのかわかりませんけどもね、まあ、そろそろ倒れると、信じながらも、頑張っていこうかなと思います。やばい、ちょっと待って、喉乾いてきたんだけど、ちょっと、手元に飲み物がないんだけど、どうしよう、給水タイムに入りたいんだけど、うめえよこの時期は。さあ再戦でございます。大丈夫か、よしよし、でドローンも出して、ドローンも出して、さあこっからだよ、こっからこっからこっからだよ、ガンガンいけガンガンいけガンガンいけ、さあいけ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 、さあこの連覇で、びっくりとも、まあしないか、よしよし、まあまあまあいい感じでございますね。いやもう水分補給もしたので、こちらもですね、もうとりあえずもうね、もう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 、あー、しかしながら全然倒れないんだけど、ちょっと大丈夫か、大丈夫か、待って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 、え、これでまだ 50% 切ってないとかやめてくれよマジで、元気すぎじゃないかこのモヒカンさん。いやこの編成さ、めちゃくちゃ楽しいんだけどさ、もうひたすらタップし続けるからさ、もう指がやばいんだよね。もうちょっと今半分感覚ない状態でひたすらタップしてるから、ね、あ、オッケーオッケーオッケー、熊戦も移送できました。あー、また来ましたね。はいはい、いつになったら倒れんだよ、ちょっと超元気だね。しかもさ、1回目のノックバックから全然ノックバックしてないんだけど、そろそろさ動きあってもいいんじゃないの。まだ多分さ2回ノックバック、おー、あ、まだね、うん、まだまだですね。じゃってことはどうだろう、次のノックバックでいけんじゃないの、いけないかな、どうなんでしょうね。え、でもさすがに多分 50% は切ったと信じたいよ、信じるよ俺は。もうこのウェハース見るとすげえウェハース食べたくなるんだけど、てか最近にゃんこ大戦争ウェハースまだ出てないよね。どうなんだろう、そろそろ出るのかな新作、どうだかわかりませんけれども、いや久々にちょっと開封動画やりたいね。さあどうだ、このドローンで突破できるか、いけるかいけるか、さあぶち込め、あー、クマ戦は突破できたんだけどね、どうなんだろう、もう、あー、ということで看板娘来ましたね。いやー相当時間かかっておりますけれども、でもなんかそろそろ勝敗の方も決まりそうな感じもしますけれどもね、どうなんだろう、まだ勝敗決まんない感じなのかな。え、どうなの、次のロックバックでいけると思うんだけどね、どうなんだろう、さあいけいけいけ、いやー、しょけ、看板娘の方、倒しましたけど、でも違うんだよ、倒すキャラクターは違うんだって、もうこのモヒカン野郎なのよ、このツンツン頭、このツンツン頭を倒したいんだけどね、いやなかなか倒れてくれませんけれどもね。あー、もう指が疲れたんだけど、もうやばいやばい、指がもうちょっと本当にもう腱鞘炎になりかけてるんだけど、うん、倒れろよ、倒れてくれよ、頑丈すぎでしょどう考えたって、もう何発このゴロニャン打ってるんだよ、もうどれくらい出したかさ、もう逆にさ見てみたいぐらいだよね。いやー、どうなんだろう、もうなんか 10% 切ってそうな感じもしますけれどもね。どうだ、あー、なんもないか、もうこの連覇でもびっくりともしないのか、
すごいな、もう頑丈すぎでございますけど、僕も見習いたいよね。もう最近ちょっとしたことで本当にボロボロになってしまいますからね、体に関してもね。いや、本当にさっき病院通いの毎日ございますけどね、もうちょっと体も強くなりたいなということでね、さっきプロテイン買い始めましたけど、まあプロテイン買っただけで筋トレとか何もしてないんですけどね。まあなんかおすすめの、筋トレとかありましたら教えていただければなと、思いますけどもね。どうだ、もうそろそろ倒れてくれよ、マジで。もう指鍛え、もうこれでもなんか鍛えられそうだよね。頑丈な指に、指に。来た。指の話したら倒れましたね。はい、ということで、とりあえず検証結果としては、一度しか攻撃できないキャラクターたちで、チビ猫襲来でございますね。まあ、クリアできますね、これは。もうここまで来たらさすがにいけるっしょ。あとはもう後ろね、攻撃するだけなんで。いや、来たね、これ。いや、びっくりだわ、マジで。いや、いけたわ。いやー、ということで、ちょっとここまで本当にね、お付き合いいただき、マジありがとうございます。いや、本当に結構、時間かかりましたけれども。まあ、とりあえず無事いい結果で、今回の動画は終わりできそうかなと思いましたので、ちょっとしばしお待ちいただければと思いますよ。さあ、今のうちだ、いけ。もうこのゴロニャンの芝無駄にしないぞ。さあ、あともう少しでございます。あと残り5万ちょいでございます。よし、あともう少しで勝利の文字が見えてくるはずだが、ちょっと熊線がなかなかいない。あともうちょい、待って、押せてなかったんだけど。あー、危ない、もう何やってる。さあ、あともう少しだ。いけ。さあ、ゴロニャンだ。あー、ごはん、オッケー、行きました。ドローンでちょっととどめせと思ったらいいや、もういいや、ということで以上でございます。はい、ということで、今回はですね、こちらでございます。会館のチビ猫襲来に挑戦いたしました。まあ、今回に関してはですね、まあ、ホワカの方で、この、編成の方でですね、まあ、挑戦いたしましたけど、なんとか無事クリアすることができました。まあ、久々にこの編成でやれてね、すごく楽しかったんですけどもね、まあ、なかなか時間かかってしまいましたけれども、ここまでね、お付き合いいただきありがとうございました。まあ、また機会がありましたら、この編成の方でですね、まあ、いろんなステージの方を挑戦していこうかなと思いますので、またお楽しみにしていてください。ということで、今回の動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またな。